皆さんこんこにちは。えー、まず、ジャイアンツファンの皆さんおめでとうございます、えー。2020年センターリーグを優勝ということでね、まあ、勝って決めてもらいたかったんですが、まあね、こういうなんか引き分けとかの、ね、ルールがある状態ですので、まあ、しょうがないことかなと思いますね。まあ、今年は、ねあのー、セ・リーグはクライマックスがないみたいで、 まあ今年一回も野球見に行ってないとね、クライマックスぐらい行きたいなと思ってたら、ないということで。まあでも、日本シリーズにそのまま行けるということはいいことですので、まあ日本シリーズでね、去年の、ね、ような感じにならないように、まあ戦ってもらいたいかなと思います。えー、ワールドシリーズもですね、終わりまして、これからまあ FA のね、動向なんかもちらほらと出てくると思いますが、 まず、我がヤンキースですけど、ブリットンとの,あのオプションをね、行使して、2022年までの契約の延長というかね、まあ、オプションを行使して2022年まで契約ということで、まあ、合意したということで、まあ、今年はね、チャップマンがいない間は、まあ、一番後ろをね、やったり、まあ、活躍してくれた、まあ、リリーバーですのでね、まあ、このニュースは、 とと、ても大きいニュースかなとヤンキースファンにとってはね、いいニュースかなと思います。えー、そしてですね、ヤンキース生え抜きのガードナーですけども、こちらクラブオプションを破棄ということで、えー、まあねあの、お金をね、払っての破棄というパターンで、まあ、例えばね、10億円、単年でね、オプションを持ってたししますけども、 えー、1500万円払って、まあ、それはなかったことにしてっていう感じで、まあ、FA となるという感じですね。で、まあ、ガードナーは今 FA となったわけですけども、まあ、ヤンキースには戻ってくる可能性も、まあ、なくはないということで、まあ、おそらくですけども、まあね、今年はまあ FA 選手厳しいねオフになるんじゃないかなと思ってますんで。 まあ、コロナの状況でですね、球団も収入がかなり、ね、激減という形なので、まあ、結構その FA 選手もそうですし、まあ、オプションを、ね、持っている選手でも球団側がまあ破棄しているのが結構ありますので、まあ、厳しいかなって思いますね。で、まあ、その選手がいらなくて破棄しているわけじゃなくて、まあ、その契約よりもっと安くしないといけないということで、まあ、破棄して、 交渉するという感じにな,ってます、ね、なんでまあガードナーもおそらくまだ交渉はすると思いますのでまあただ本人がねどういう感じに思ってるか分かんないですけどヤンキース以外には行くのかなっていう感じありますよねおそらくヤンキースで終わりたいという思いがあると思いますのでまあヤンキース側もあと1年ぐらいまあ給料は抑えて取るか まああとは枠の問題ですよね。下からも上がってくるし。まあただあの、現状、ジャッジ、フレイチア、スタントンで、あとヒックスはいるんですけど、まあ、結構右に偏ってるので、まあ左側に一人いるといいのかなっていうのもありますけど、まああとフロリアルとかをどうするかで、まあ、そこの兼ね合いですかね。フロリアルは左なんで、 まあそこの枠とご相談という感じでまああと1年ぐらいね給料を抑えてやらせてあげていいんじゃないかなと思いますねこのまでずっとヤンキースにいたのでねという感じで個人的には思います j a ッ p ですけどもこちらのオプションも使わないということで、まあ、FA となりましてハッ p の場合はね球団がお金を払わないで まあ、オプションを使わないというだけの感じの FA となったようです。エブルワーズのライアン・ブラウンもですね、FA になったということで、まあ、ずっとね、ブルワーズで長いこと、えー、出場してきましたけども、まあ、お薬問題とか、まあ、怪我なんかでね、まあ、近年はあまりね、いい状態というか成績ではね、なかったので、 まあ言いたし方ないかなっていうのもあって。まあね、来年以降もプレイしたいでしょうけども、まああまりね、こう守備もね、守るっていうか DH に入るっていうあれもあるので、まあおそらくあの、ナショナルリーグにね、DH が、こう、来シーズン以降もね、採用されるということであれば、まあ幅は広がるんでしょうけども、 まあ来シーズン普通に開幕してまあまたナショナルリーグは DH なしになってしまうとまあね所属先見つけるの大変なのかなっていう感じということですね、はい、続いてクルーバーですねレンジャースの、えー、こちらもですねオプションは使わないということでお金を払って、まあ、FA になったということですねでまあただ 年俸をね安くできれば、まあ、レンジャースも再契約の可能性はあるということで、まあね、基本的に今年はそういう感じになりそうですね。やはりできる限りね、お金を減らすということで、まあ、経費削減を図っているんじゃないかなっていう感じはありますね。そしてね、マークんですけども。 えもうね、日本に家族で帰ってきているみたいで、まあ、今2、ね、週間隔離中ということでね、この前、えー、インスタかツイッターかで、えー、出てましたけども、えまあ、ヤンキースに残留するのか、他のチームに行くのかというね、まあ問題ですけども、まあどうですかね、ヤンキース残留っていうね、説が、まあ、強い気がするんですけど、まあ個人的にもそれを望んでますけどね。 まあただね、お金は安くなるっていうのはまあ出てますけど、まあどうなんですかね、もうお金とかこだわるのかすらわかんないですしね。そうね、もう年二0億とかもらってて、まあ、これからまたもらいたいのか、まあね、あの、お金が欲しい場合は他の球団でね、高く出すとかあると思うんですけど、 ヤンキースのね、その愛着とか、ヤンキースで、まあ、ワールドチャンピオンを目指すのか、っていうところを選ぶとなると、まあ、まあ、どっちに重きを置くかで、まあ、ヤンキースもね、オファーはすると思うので、まあ、そっちを選べばヤンキースがに残留かなっていう感じなんですよね。で、まあ、年10億ぐらいになるんじゃないかなっていうのと、まあ、おそらく、 まあそれで2、3年間の契約をね、提示してくれれば、まあ残留するんじゃないかなと思いますね。まああとはメッツとか、まあ出てきてますけども、まあ、メッツに行くとお金がもうちょっともらえるのかなっていう感じみたいですが、うんメッツ行くならヤンキースに残ってほしいかなっていう感じで、 なんかもう、この縦縞じゃなきゃ似合わない気がするんですよね。メジャーのユニフォーム。ということでね、まあ個人的にはヤンキース残留を願ってるっていう感じですね。も、ま、う、あ、これからね、どんどん、まあいろんなこう FA の決まったとかっていう情報が、まあこれから冬に向けてね、どんどん出てくると思いますので、まあその都度ね、お伝えできればなと思います。で、本日はですね、 FA についてということでお話ししました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。では終わります。